世界最高峰の舞台で世界最高峰とされる相手の中でできるのは本当に最後だと思いますので、強い青木真也が見たいなっていう気持ちで見れる試合ですよね。だから良かったなって思うし、自分は好きですけど、はい、バカサバイバー入学通りなんじゃないですかね。あの人の肩にはまった時って世界のどの選手も太刀打ちできない。世界最高峰の舞台で世界最高峰とされる相手の中でできるのは本当に最後だと思いますので、強い青木真也が見たいなっていう気持ちで見れる試合ですよね。だから良かったなって思うし、自分は好きですけど、はい、バカサバイバー入学通りなんじゃないですかね。あの人の肩にはまった時って世界のどの選手も太刀打ちできない。ではまず青木真也選手、お願いをいたします。はい、あ、また試合って組んでくれるんだみたいな気持ちが一番強いですね。なんて言ったって2023年試合してませんからね。世界トップ1のこの舞台でこの相手とできるのはもう本当に最後かなと思ってます。はい、なんか全然僕はやれる、まだまだやれると思ってるんで、青木さんは。いや本当尊敬しかないですね。はい、うん、やっぱり未だにやって試合でも見せるし、で何より練習をね、僕ら若手と一緒にガシガシやって、やっぱり格闘技大好きなのが分かりますし、なんかそういう言葉を聞くとちょっと寂しくはなりますよね。でなおかつ自分でこう話題を作れるというか提供できるというか、だから本当にすごいなと思います。やっぱ僕も年齢来てる、行ってきてるんで、その段階はなんかこういうことが変わってくるよとか、いろんなとにかくアドバイスをくれるんですよ。なんですごく好きです。ただ練習中、実戦練習中、スパーリング中、直樹さんは大嫌いです。嫌なことしてきますよね、うん、小技ちょっとしたこと、まあ、でもすごく実践、本当試合、実践試合にはやっぱり生きる技術だったっていうのは、スパリング終わって、青木さんさっきのちょっとマジでやめてくださいみたいな練習でそれをやらないでくださいみたいな、本気でちょっと嫌な気持ちになるってことが最近特にあるんで、嫌いですね週1、2回、最近は1、2回、ちょっと前までは週3ぐらい練習するだけの仲間って感じですかね。そこにはやっぱり僕は絆が、そのまた別の形の絆があると思ってて、練習仲間が負けたら悔しいし、もっとやれること、俺のその協力できることあったんじゃないかってやっぱり思いますし、勝ったらもう本当嬉しいし、なんか本当に日常生活ではない関係性だと思います。うん、
おーやるんかと思いましたね。たまに政治のスカートでやるのかみたいな雰囲気になってたから、若くしてダナ・ホワイトに目をかけられて UC でかなり若くしてデビューしましたよね。でそこは持ち前のフィジカルと、ね、爆発力で印象的な選手ではありますよね。勝てますか？僕は勝つと信じてますけどね、うん、あの人の型にはまった時ってやっぱり世界のどの選手も対抗できないというか太刀打ちできない、やっぱ技術持ってるんで、やっぱそこに入れ込めるかやりきれるかっていうところだと思うんで、いける気はしますけどね。ただいけなかった時、それがはまんなかった時は多分あっさり負けてしまうかなと思います。トータルして変わってますよね。変人じゃないですか。変態、変態だと思います。自分でも言ってましたけど、なんか好きなことやってみたいな、羨ましいだろみたいな言ってたじゃないですか。40になって人と取っ組み合いして、うん、変態です。最後これ引退なんですかね。まあそういうことも分かんないですけど、なんかいろいろこうやっときゃよかったなとか、そういうのは多分あったりとかしない、後悔がないような形で、まあ、彼も今回のその一戦からはね最後の試合になるんじゃないかって言ってますけど、本当もう一戦一戦こう出し切れるようにしてもらいたいなって。第一戦、まあ、一戦の中でこういった試合を組んでもらって、またそれに挑戦するというのは、まあ青木君しかできないことだと思いますし、すごいなというのは思いましたね。そうですね、青木君とは、まあ、良き戦友ですね。一度対戦して、そこからこう一緒に練習させてもらえるようになって、まあ、月日が経って一緒にこうセコンドじゃないですけどしてもらうようになって、また僕が今度青木のつくことをつかせてもらうことになったりとか、うん、仲間意識というか強いのかなと思いますね。だから、うん、多分あれですよね、一度やるっていう話あったんですよ。で政治のスカットの強さ、今 UFC 出た選手ですし、もう知ってますし、まあ、打撃のなんですかね、速さというかそういうところがやっぱり彼の持ち味だと思います。まあ、動きの速さとかですね、あとはもう体見てもフィジカル的にもこう強さっていうのは、まあ北米の選手というかですから、やっぱりあるんじゃないかなと思いますね。勝てると思いますか？どうでしょうね。僕は勝つことに、まあ青木にはもう勝つことに期待をいつもしてますので、青木選手のスタイルが出せれば絶対勝てるもんだと期待してます。ちょっと分からない部分っていうのは、まあ、右向け左って彼も言うように、多分みんなが期待してるのと逆方向行ったりとか反対の方向行ったりとかするのが好きなんだと思うんですよ。だからそういった方向に行くのかなとか思いますし、なんかそれがやっぱり青木真也らしいというか、みんながちょっと思いつかないとか意表をつかれるようなところがどの方向に行くんじゃないかなとは思いますけどね。全部そのひっくるめて青木真也とはどんな人間だと思いますか？どんな人間？バカサバイバー。ね、だから入場曲にはやっぱり彼に合ってると思いますし、いい意味でのそういう言葉なんじゃないかなと思う。たまにバカみたいなことをやったりとかします、まあ、プロレスも含めてプロレスはバカっていうわけじゃないんですけど、プロレスもやってたりとかして、またちょっとしたらすごい文章もずっとこうレビューもレビューっていうんですかね、こう試合のねライジンの書いたりとかしたり、うん、バカサバイバーなのか。
強い青木真也が見たいなっていう気持ちで見れる試合ですよね。だから良かったなって思うし、うん、一番大事な部分は本質はけなげだと思うので、あのそれが見れるというかさらけ出るであろう試合ですよね。変わらずに見えますけど、もちろん微妙に今までこの数年の変化みたいなのもあるし、現実はシビアではありますよね、そこの辺は。彼は賢すぎるんですよ。やっぱり格闘技を頑張ってきたからこその賢く なりすぎてしまったっていう部分もあるし、それゆえの、まあ、孤高ってことですよね、うん、この試合が決まったじゃないですか、ノースカット戦。まあノースカット戦はこれは見たいよねというか、勝ってほしいなというか、見応えがあるのではないかなと思いますよね、やっぱり、うん、それはでもやっぱ彼の強さというか力だと思うので、うん、エンターテインメントとしては良いものを作るんじゃないかなとか思いますけどね、うん、彼が最近表現してるけど特攻するんじゃないでしょうか。はい、ファーストアタック、まあ立ち合いはやるかもしれないですけど、うん、立ち合ってつばずりは多少やるかもしれないけど、基本的には特攻するんだと思いますね。投了してしまうのか、うん、どちらかなのかなみたいな期待じゃないけど、僕はあのスーパーレッグ対タケルよりインパクトを作ってしまうんじゃないかなみたいな予感というか予測はしています。